たちここはなんとはるばるハワイまで来ちゃいました。とにかくみんな初めての海外旅行なんです。ちょっぴり不安もあるけれど大丈夫。おいしい食べ物たくさん食べちゃうぞ。素敵な男の子にも会えるかもしれない。なんて幸せいっぱいな私たち。それではせーの、アロハ。
まぐれでちょっぴり気が強い双子座の B 型。好きな言葉は夢。小学校の頃から片思いの連続で、好きな人のそばにいると何も言えなくなってしまう。この気持ち届けばいいのに。でもじっと見つめているだけの私。魚座生まれの B 型、星座占いとか結構気にして読んじゃうタイプ。でも良いことだけは信じて、悪いことはまるで忘れちゃうのが特徴なの。いつも飾らないでありのままでいたい。それが私のモットー。「自分の顔の中で一番好きなとこは？」そう聞かれたら多分「目」って答えちゃう。「なぜ？」って特別見当たらないけど、ただなんとなく。あなたの視線とっても眩しいけど、いつまでもそらさないで。ペースで自由奔放、そんなイメージに見られるけど、実は私乙女座の A 型だから、とってもナイーブ。自分を偽りたくない、ありのままの私、それが私らしいから。夏が好きな私、ビーチに佇んでジェットスキーをしてるボーイフレンドを待つ。そんな夢が早く叶うといいな。私だけを見つめててくれる王子様にお願い、私を早く捕まえて。
Thank you.
Yeah.
昼下がりは潮風に吹かれながら夢を見ました。夕暮れのビーチ、夜空に輝く星、言葉では言えないくらい感動。いつもなら見逃してしまう何でもない光景や触れ合いにとっても勇気づけられた私たち。ハワイってきっと不思議な魔法の国。欲張って手に入れたのは心の宝物。みんなにも分けてあげたいな。